はい、福岡市で唯一の慢性腰痛専門整体院フッカ副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやアイデアを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、最近ですね、無性にうどんばっかり食べたくなって、多分今週で言うと4回は食べましたね。はい。なんかそういう気分なんですかね。なんかうどんでいい、商品があったら教えてください。はい。ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、ブラジャーを後ろで回せない方ですね。肩が痛くてブラジャーとかを後ろで回せない方。男性で言えば、この背中をこうやってかけない方に向けたお話ができればと思います。はい。50肩になってですね、こう肩が痛くて、後ろに手が回らないんですって方多いんですけど、それに対してですね、ホットパックで温めたりとか、この辺揉んでみたりとか、筋力トレーニングとかこうやってみたけど変わらないっていう現状が多分あなたにはあると思うんですよね。で、それなぜなのかっていうと、こういった50肩になったのにも原因っていうのが絶対あるんですよ。原因っていうのがあります。で、今日はですね、そんな、この後ろに回らないですね、ブラジャーがつけれない50型っていうのはどこが原因なのかっていうと、実はこの長掌筋と言われるですね、ここの腕の筋肉ですね、腕の筋肉、この間しびれのところでもお伝えしたと思うんですけど、これどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね、青く光ってるやつ、はい、こんな感じですね。僕たちの体でいうと、この肘のですね、内側、肘の内側からこういうふうにビヤーっと走ってる筋肉です。親指と小指をこういうふうにくっつけてもらって、クッてしてもらうとですね、腱が見えてると思うんですけど、この腱をですね、たどったちょうどこの辺りですね、この辺りにコリッとしたですね、繊維があると思います。ここが長掌筋です。はい。で、じゃあなんでこの筋肉がですね、硬くなってしまうと、こういった後ろにですね、回すのができなくなってくるのかっていうと、この筋肉っていうのは肘を曲げる筋肉でもありますし、手首をですね、こっちに曲げる筋肉でもあります。なので、これをですね、後ろに手を回してくださいっていうと、なんかこうやって異常にこういう風にしながら上げる人がいらっしゃるんですよ。手首をさっきみたいにこういう感じですね。これ長掌筋が働いてしまっている状態です。こういう風に持ってきてしまうとですね、こういう状態でこう持ってきてしまうと、この肩ですね、ここが、ここを上げてる時と上げてない時ではですね、この入り方が全然違うんですよ。これがナチュラルな状態でこういう風に上げるのと、手首をこういう状態にしてもらって、こうするのではですね、巻き肩の状態っていうのが全然違うわけなんですよね。はい。なので、この長掌筋がですね、原因で肩が痛い人ですね、こういう動作ができない人っていうのは、ここを柔らかくしてあげることによって、肩甲骨の動きが出るようになって、この巻き肩にならなくて済むっていう状態ができますので、ぜひですね、今からお伝えする、ストレッチ方法っていうのをやっていただければと思います。はい。で、やり方なんですけど、まずですね、長掌筋もう一回説明するんですが、親指と小指くっつけて、クッと手首をこういう風に曲げたときに、この辺にある筋肉ですね。筋肉です。なので自分の中で、こういう風にするともう、ここにコリッとしたのが出てくるんで、ここをまずぐーっと圧迫を加えます。ぐーっと圧迫を加えてもらって、で、その状態で手首も軽くダラーンとしてあげてください。この時に力を入れる必要はないです。軽くダラーンとします。はい、肘曲げて、手首くって曲げて、この状態でですね、この押さえてるところっていうのを押さえながら、手首をですね、こういう感じ。こんな感じですね。こうあると、こう。はい。これをですね、30秒から1分ぐらい続けてあげてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、みたいな感じでいいので、これを30秒から1分ぐらいしてあげると、おそらくですね、これがスッていきやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。特にここの筋肉とか、この大胸筋とかいろいろやってみたけど変わらないっていうケースはですね、結構ここが多いです。ここが原因のことが多いので、ちょっと心当たりがある方はですね、ぜひ今のケアっていうのをやってみていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、こんな感じで痛みに対するヒントやアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。